皆さんこんにちは。聖戦古流家元の西村一貫です。今回私は、ともしびプロジェクトに参加させていただき、このコロナ禍で2年間生け続けた花を編集し、皆様にご覧いただくことになりました。15分という長いようで短い時間ではありますが、どうぞごゆっくりご覧ください。